人類が磁石の存在に気づいたのは紀元前3000年頃のギリシャの遊牧民だったと言われています。靴の金属部分や鉄でできた杖の先にまとわりつく奇妙な石を発見したのです。この石の不思議な力に魅せられた当時の人々はその活用を模索したことでしょう。紀元前400年頃になるとギリシャのマグネシア地方で 天然の磁石である磁鉄鉱が大量に産出されるようになります。ギリシャの哲学者プラトンは、著書の中でこの石のことをマグネシアの石と表現をし、そこからマグネットという名前が誕生したと言われています。マグネットが鉄を引き寄せる性質は、紀元前の中国でも知られていたようです。中国の人々は、 この性質が、磁母が赤ん坊を引き寄せる様子に似ていることから、磁石と呼び、これが後に、現在使用されている磁石という文字に変わり、日本にも伝わってきたようです。磁石が南北方向を指し示すことに初めて気づいたのは、紀元前3世紀頃の中国人であると言われています。磁石の不思議な力は、人々を魅了し、 ままずは占いいななどにに用いられることになります。スプーンの形をした磁石を作りそれを式揮板と呼ばれるものの上に投げることで運勢を占う指南というもののが登場するのです。るでさらに建物を建てる土地の良し悪しを見極めるために地層家が方位計測に使い始め磁石を作る方法やそれをセットする方法などが巧みに改良されていきます。 初期の頃は磁石を糸で吊るしたり、指の上に乗せて簡易的に方位を調べていましたが、11世紀頃になると、魚の形に掘り出した木材に磁石を埋め込んで、それを水の上に浮かべることで南北を識別する、いわゆる指南魚と呼ばれるものを作ります。余談になりますが、この指南魚から人を教え導くという指南という言葉も誕生するわけですね。 中国の船の航海では、この指南魚が盛んに用いられていたそうです。やがて14世紀の初頭に中国に来航したイスラム商人などによってヨーロッパへと広く伝えられていきました。後に指南魚はピボットで主心を支えるピボット式コンパスの形へと姿を変えて、15世紀末から始まる大航海時代を支える、まあ、極めて重要な道具の一つとなっていくのです。 一方、人類が電気を発見したのは紀元前600年頃とされています。<laughs> ギリシャの哲学者タレスは、琥珀という石を動物の毛皮などで擦ると、ホコリや鳥の羽毛などを引き寄せることに気づきました。この不思議な力を彼は磁力だと信じていたようで、なぜこのような現象が起こるのかを解明することはできず、この時代の人々は琥珀に精霊が宿っていると考えていたようです。 電気や磁気に関する科学的な知見が得られ始めるのは17世紀から18世紀にかけてのことです。とりわけ重要な人物がイギリスの物理学者ウィリアム・ギルバートです。ギルバートは医師を務めながら磁石や静電気についての数多くの実験を行い、静電気を帯びる物質は当時知られていた琥珀だけではなく、ガラス、水晶、ダイヤなどでも生じることを発見します。 磁石の力で引き付けられて磁化するものは、鉄などの一部の物質に限られる一方、このように静電気を帯びる物質は様々なものがあることから、磁気的な力と電気的な力には大いなる相違点があることに気づき、電気的な力は磁気的な力の一種であるという、当時の誤った認識を正します。また、ギルバートは、磁石には二つの異なる磁極があり、 磁石を細かく砕いてもまた小さな磁石になることも発見していますさらに鉄が磁石によって磁化されることに加えて磁石を加熱すると磁力が失われることも突き止めましたとりわけ重要な発見と言われるのが地球磁場に関する知見ですこの時代の船乗りたちから船が北極に近づいていくにつれて 方位磁石の針が下を向くという話を聞いたギルバートは、地球に似せた球形の磁石を作り、その実験結果をもとにして、地球そのものが巨大な磁石であることを見抜きます。そして得られた実験結果をまとめ、1600年に磁石論という著書を世に送り出します。<laughs> 著書の中で、磁気的な力には引力と斥力があり、これらの力が静電気力とは異なるという、 極めて重要な主張を展開しています。ただし、彼の考えでは、磁気的な力の原因は、霊的なものに由来するという、それまでの考え方にとらわれており、科学的な考察が十分になされることはなかったと言われています。真空ポンプの発明や、大気圧に関する実験で名を知られている、ドイツの科学者、オットー・フォン・ゲイリケは、1663年頃に、 用でできた球形の球を回転させ、そこに手を当ててこすり合わせることで静電気を発生させる摩擦記電機を発明します。ゲイリケ自身は電気を起こしているという意識はなかったと言われていますが、この発明の影響で、その後回転機を備えた記電機が数多く作られ改良されていきます。これら記電機の発明によって、 世界中で電気に関する研究が盛んに行われるようになったことは容易に想像できます。摩擦によって電気を帯びることが知られるようになった一方で、電気が物質中を通して遠くまで伝わっていくことは知られていませんでした。イギリスの科学者スティーブン・グレイは、真鍮の箱を使った白剣電気の原型といえるものを発明し、 静電気の存在を可視化することに成功します。そして、電気に関する実験を繰り返すうちに、電気を伝える物質と、そうでない物質、いわゆる現在言うところの動体と不動体が存在することに気づきます。また、荷造り糸を長くした紐を用意すれば、電気を遠く離れた池まで運ぶことができることを実験で示し、試行錯誤の上、1729年に、 270メートル先まで電気が伝わることを示すことに成功します。彼はこれらの実験を通して、電気は目には見えない流体であると予測し、物質にはガラスや絹などのような電気を蓄えることができるものと、荷造り紐や金属のように電気を伝えることができるものがあると結論しています。グレーの功績により、電気に関する研究は、 静電電気から導電気へとと新たななステージにに進むことになります1733年、フランスの科学者、デュフェは、それまで知られていたように、ガラス棒を擦ると電気が発生する一方で、封筒を閉じるために使用する樹脂でできた風呂を擦っても電気が発生することを知っていました。そして彼は、それらの電気の違いに気づき、電気には2種類あって、 同じ種類の電気は反発し、異なる種類の電気は引き付け合うと主張しました。そして、ガラスに発生する電気をガラス電気、風浪に発生する電気を樹脂電気と名付けたそうです。摩擦気電気の発明によって、自在に静電気を発生させることができるようになったものの、この頃、電気をためる装置はまだ存在していませんでした。 オランダのライデン大学で教授を務めていたミスセン・ブルークは1746年に電気を貯めることができるライデン瓶と呼ばれるコンデンサーの原型と言えるものを発明しますライデン瓶の発明を知ったアメリカの物理学者ベンジャミン・フランクリンは電気について強い興味を抱くようになった人物の一人であると言われています彼は 火花を電気という重さのない流体の流れであると考えました。あらゆる物体は、それぞれ物体に見合った分だけの電気流体を含んでおり、それが過剰になったり、不足した状態が帯電した状態であると考え、過剰な電気流体を持つ物体から、他の物体に電気流体が移動する現象が火花の正体であると予測しました。 そして、ガラス電気は電気流体が過剰な状態。一方、樹脂電気は不足した状態であると説明し、1750年頃にガラス電気を静電気、樹脂電気を不電気と呼ぶようになりました。これが電気を正と負に分けて考える歴史の始まりとなるのです。フランクリンの名を世に知らしめたのは、雷に関する実験です。 この頃、雷の正体を知る人はいませんでしたが、電気でできているであろうと予測していた科学者はいたようです。フランクリンもその一人であり、雷の正体が電気であるとするならば、その量はとてつもなく大きなものであると予想しました。この予想が正しければ、雷によって膨大な量の電気を雷電瓶に貯めることができるはずであると考え、フランクリンは落雷による電気の収集に挑戦します。 1752年の嵐に実験を結構します金属の突起物をつけたタコを浅糸で結びその末端に雷電瓶をつないでタコを上げてその瞬間を我慢強く待ちましたそして落雷によって雷電瓶に電気がたまることを示すことに成功したと言われていますこの危険極まりない命がけの実験によって雷雲は電気を帯びている その電気が地面に向かって移動する現象が雷であることを見事に証明したのです。ちなみに、この推進を行った多くの物理学者が命を落としたことが知られているので、良い子は決して真似をしないでくださいね。えー、余談になりますが、彼がアメリカの父として称えられ、1914年以降に発行された100ドル紙幣の肖像画として採用され続けている理由は、 権力の集中を嫌い、勤勉で社会活動へ積極的に参加したことが評価されているためです。彼の自伝の中に書かれている十三の美徳というものがあるので紹介しておきましょう。それではじっくりとご覧ください。 フランクリンがこの美徳を完全に遂行できたのかについては各自調べていただくことにしてさすがにこの美徳を守ることができる人間はなかなかいないのではないでしょうか、まあ、ちなみに私めの人生を自己採点いたしますとこのようになりましたまずまずといったところでございますお叱りのメールはご遠慮いただいておりますこうして 電気と磁気に関する知見が蓄積されてはいったものの、多くは定性的なものでした。18世紀後半、電気に関する定量的な実験を試みた人物が現れます。それが皆さんご存知のフランスの物理学者、シャルルド・クーロンなのです。まず、クーロンは細い金属線に重りを吊るし、線をねじった時に生じる復元力によって起こる振動を利用して、 ねじれ男性についいてての研究を行っていますそして1784年に金属線のねじれと男性に関する論文を発表し細い針金を用いることで非常に弱い力でも測定可能ないわゆるねじりばかりを発明します。翌年1785年にこのねじりばかりを用いた重要な実験に取り組むことになります。 まあ、よほどの教師に習っているのでなければ、高校生が電磁器で学ぶ最初の法則が空路の法則となるはずなので、電気力をどのように測定をしたのか、少しだけ詳しく見てみることにしましょう。実験装置は比較的単純で、上部から角度メモリが刻まれた円盤、回転可能なつまみ、角度を測るための指針があります。このつまみから60センチ程度の長さの 細い金属線が垂れ下がりその株に絶縁棒を図のように接続をして両端に電気を貯める昇給と紙の円盤が図のように固定されています。紙のの円盤の役目はおそらく昇給とのバランスをとりかつ空気の抵抗力を利用して回転時の振動を抑える目的があったものと想像します。さらにガラス容器の側面には電荷管の距離を測るための目盛りが刻まれています。 右側の図は実験装置を上から眺めたものです。つまみを固定した状態で棒に直角になるように小球に力 F を加えると細い金属線がねじれることで復元力が働きやがて適当なねじれ角 α に達して釣り合います。先に紹介したねじりばかりの研究によればねじれ角 α と加えた力の強さ F が比例することが分かっていました。 この装置を用いて、まずは電荷間の距離と電気力の関係を調べます。図のように、帯電した小球を挿入します。つまみを回して、小球同士を接触させることで、2球ともに同符号の電荷に帯電します。すると、電気的な斥力の大きさに比例して、細い金属線がねじれます。電荷間の距離を変えるためには、つまみを回転させればよいのです。 時計回りにつまみを回転させたので、電荷間の距離は狭まったわけですよね。さらに距離を縮めたければ、つまみをもっと回転させれば良いのです。この操作を繰り返せば、距離と電気力の関係を調べることができます。より具体的に数式で関係性を理解してみましょう。まず金属線のねじれ角をアルファとします。 また、この時の電化管の開きを表す角度を図のように β とします。この α と β はメモリから読み取ることができるわけですね。電化管に働く力の強さを図のように f としよう。この f と α が比例するわけではありません。f の絶縁棒に直角な成分と角度 α が比例をするのです。 そこで分解に必要な角度を確認しておきます。図より2分の β を用いて計算される Fcos2 分の β がねじれに関する力であり、これと角度 α が比例をするのです。つまり F は α を cos2 分の β で割った値に比例をし、α と β の値から力 F の変化を知ることができます。 次に、電荷間の距離 R を求めてみましょう。電荷が回転中心から L の距離にあるとすると、2分の R と L の間にこのような関係があります。この実験では、L は固定値なので、距離 R は sin2 分の β と比例関係にあることが理解できます。つまり、F と R の関係を知りたいのであれば、c o s 2分の β 分の α と サイン2分のベータの関係を調べればよいことが理解できます。実際、クーロンが実験でーたデータはどのようなものだったのでしょうか気になりますよね。クーロンの法則はあまりにも有名なため、実験結果に関して簡単に知ることができるものと高をくくっていました。ところが、これがなかなかないんですよ。まあ嘘だと思うなら、 空路の法則の実験などのキーワードで検索をしてみてください。ようやくそれらしきデータを見つけたので紹介しておきましょう。最初、電荷を二分した直後の α と β は当然等しく、いずれも36度になったようです。次に、α を144度にすると、β は18度。さらに α を575.5度にすると、 これらのデータからこいつらの値を計算をしてみるとこのような数値が得られますそして F と R の関係性を見出すために横軸に cos2 分の β 分の α を縦軸に sin2 分の β をとってグラフ上にプロットしてみますなんとなく反比例関係にありそうですよねそこで 横軸はそのままに、縦軸を R 分の1の値に修正してみることにします。すると、どうでしょうか ?F と R が反比例しているわけではなさそうですね。今度は、横軸に R 事乗分の1、R、の値を採用して、グラフを描き直してみます。すると、うん、なかなかいい感じですね。 ほぼ原点を通る直線上にデータが乗りました。こうして静電気の力の強さへふと距離 R の二乗値が反比例することを彼は見出したのです一方電気量に対する電気力の依存性についてはどのように実験したのでしょうかこれがまたね全くもって資料が見つかりませんでしたそもそも 彼が電気量を変えて実験を行ったのかさえ残念ながら確認することができませんでした。そこでここからは多分こうだったんじゃなかろうか劇場になりますが、まあ、実験方法を想像してみることにします。あくまで想像ですので承知の上で主張してください。固定昇給の電気量を91他方の稼働昇給の電気量を92と表すことにして初期は91が9 球2がゼロだったとします。可動昇球に電気量を与えるために小球同士を接触させます。もし昇球が同じ形をしていると仮定をすると電気量がほぼ等分されるはずです。今回の実験は電気量の大きさをいろいろ変えて電気力の強さがどのように変化をするのかを検証したいので昇球間の距離を一定に保つ必要があります。 つまり図の角度 β を一定にして角度 α の方を調整し α を測定するのです。先ほど求めておいたように電気力の強さ f と角度の関係はこの比例式に従います。角度 β を固定するのですから角度 α と力 f が比例することになります。ここで電気量を変えなければいけませんが 変化させること自体は難しくはなかったでしょうが、この当時、チャージした電気量を精度よく測定することは大変困難だったと想像します。さて、どうすればよいのでしょうか。例えば、同じ大きさの別の小球を用意して、固定小球に接触をさせます。すると、電気量91を9 4分の9に変化させることができます。こうして、91が4分の9。 急にが2分の9となり、角度 β を維持するための角度 α を測定します。さらに、小球同士を接触させれば、それぞれの小球に8分の3球の電荷が溜まった状態を作れます。このようなことを繰り返していけば、いちいち小球の電気量を測定しなくても、大まかに電気量を把握しながら、電気力の変化を調べることができるでしょう。例えば、 角度 α の測定結果の比が16対8対9のような結果だったとして、これが91と92の積の比に一致することを確認することができるでしょう。すなわち、角度 α と9192の積は比例をし、結果、電気力 F と9192の積が比例することを実験で示すことができるはずです。こうして、さっきの実験で得られた 力 F は距離 R の2乗に反比例する結果と合わせて、F は電気量の大きさの積に比例をし、電化間の距離 R の2乗に反比例することを見出したのです。クーロンは、さらに IF 号の電化間に働く引力についても実験をしています。ただ、今回紹介した実験装置ではうまくいかなかったようです。引力が働く場合には、油断をするとすぐに小球漏子が接触してしまい、 実験そのものが大変困難であったことが原因ではないかと言われています。実験の詳細は省略しますが、別の実験装置によって結果的に引力の場合でも同様の実験結果が得られることを確かめています。興味のある諸君は調べてみてくださいね。クーロンは千七百八十五年にこの実験結果を論文にまとめて法則を世に送り出します。 現在彼の功績をたたえて空路の法則と呼び電気力のことを空論力とも呼んでいますこうして空路の法則はこの実験結果から導き出された電気に関する人類史上初の法則となりましためでたしめでたしと説明を締めくくって終了したいところですが実は近年の再現実験によって 違った評価がなされていることをお伝えしておかなければいけません。クーロンが考案したこの実験は、電気に関して極めて敏感なものであり、精度よく実験結果を得るためには、とても神経を使う難しい実験であったと推測されています。事実、同様の再現実験を試みた物理学者たちの意見としては、この実験から得られる距離 R の指数は、せいぜい1.6程度が よくても1.8ぐらいではないかと見積もられているのです。でも、空論によって示された実験結果は、綺麗に距離の2乗に反比例しているものでしたよね。なぜイチャモンがついてしまったのでしょうか万有引力の法則は1687年に発表されており、この時代にはすでに広く知られていました。当然、空論も万有引力理論を理解し、 電気力の働き方との類似性を強く感じていたものと思われますそのため自然とはかくあるべきだという考え方に支配されて実験を行っていたであろうことは想像に難くありません示されたデータについても実験によって得られた全てのデータを提示したのではなく逆に常則にふさわしい数値だけを選別して公表したのではないかという見方があります つまりこの実験から純粋に法則を導き出したとは言い難く万有引力との類似性を検証する実験だったのではないかと考えられています。だとすれば空論の歴史的再評価を行うべきであろうと思うかもしれませんがそれはまた違うわけで法則を世に送り出した功績はとても大きく空論の法則と名が付くことに異論を唱える人はいないのではないでしょうか。またこの法則については もう一つの事実をお伝えしておく必要があります。それは空論よりも先にこの逆二乗の法則を精度よく実験で示していた物理学者がいるのです。それが万引力定数の測定にも貢献しているキャベンリッシュなどです。20年ほど時代を巻き戻してみましょう。この頃、静電誘導現象が発見され、原始的検電器の発明とつながっていきます。 コルクボールを用いると電気の有無を視覚的に捉えることができるようになっていました。えー、ちなみに、先に紹介した金属箔を使った発見電気は、この後に発明されます。1765年、ベンジャミン・フランクリンは、中が空洞の金属容器を用意して、電荷を与えてみると、容器の外側では電荷の存在を確認できるものの、容器の内部には、 電荷が存在しないことに気づきましたこの結果を知ったイギリスのジョセフ・プリーストーリーはニュートンのプリンピアで展開されていた嗅覚理論を思い出しますプリンピアの中で嗅覚内部に存在する小球に働く万円力は完全に打ち消し合うという証明がなされていたのです証明の要は万円力が距離の二乗に反比例するという点にあります もし万有引力が約二乗速に従わなければ、この証明は成り立たないのです。<え>1766年、中空金属の内部に電荷が存在していないことを実験で再現した彼は、仮に球形の中空金属に電荷を与えたとしても、その内部には電荷はないであろうと推測します。このことは、電気力が万有引力と類似した性質を持っていることを示唆しており、 彼は電気力が逆二乗則に従うと予想したと言われています。しかし、あくまで予測であり、電気力が逆二乗則に従うことを実験で示す必要がありました。休憩の中空金属内に電荷が存在しないことを精度よく実験で確かめることに成功した物理学者が現れます。それが人嫌いで有名なキャベン・リッシュなどです。 1773年、イギリスのヘンリー・キャベンディッシュは、電気力に関する重要な実験を行っていました。図のような絶縁体でできた台座に金属球を固定をして、胴体の半球角を2つ用意し、これらを同心となるように金属球に覆いかぶせます。外側の嗅覚と内側の金属球を電気を通すことができるガネで接触をさせ、 電荷が自由にに移動でききるようにしておきますこの針金は金属球に接着されているわけではなく、図のように絶縁体の絹糸を引っ掛けておき、それを引っ張ることで針金を素早く取り去ることができる仕掛けを作っておきました。そして外側の球角に電荷を与えてみます。針金を通して内側の金属球にも電荷が移動しても良さそうですが、球角を取り去って、 金属球に電荷が残っているかを調べてみると、結果は電気の存在は確認されませんでした。電気の通り道を用意したにもかかわらず、外側の嗅覚から内側の金属球に電荷の移動は起こらなかったわけです。これは、嗅覚に電荷を分布させたとしても、嗅覚内部に電気力が働かないことを意味しており、ニュートンの嗅覚理論を参考にすれば、 電気力が距離の2乗に反比例する必要があることを示しています。ただし、距離 R の指数は厳密に2であることが証明されているわけではなく、現在に至っても有効数値を持っています。キャビンディッシュの実験についての現代の評価は、デルタの絶対値が50分の1以下であるとされています。これは空論による実験精度が デルタの絶対値が0.2から0.4程度であることを考えると非常に精度が高い実験であることがわかります。実験室にこもりっきりでひたすら興味のある科学実験に興じていたキャベンディッシュは自らの手でこの実験結果を公表することはなく逆二乗則を最初に世に公表したのが空論であるという事実は変わりません。そのため空論法則と名が付いているわけです。 キャベンディッシュが亡くなって60年後、イギリスにキャベンディッシュ研究所が設立されます。その初代の所長であるジェームズ・クラーク・マックスウェルによって彼の実験ノートが公表されます。実験が行われてから実に100年後の1879年のことです。キャベンディッシュ直筆のノートには当時知られていなかった空路の法則やオームの法則までもが記述されており、 これを見たマクセルは驚愕したと言われています空路の法則の発表はキャビン・ディッシュが生きている時に行われたものでありその気になれば最初の発見者が自分自身であることを主張できたはずですにもかかわらず彼は選手権を主張することは生涯なかったと言われています理由の一つとして考えられるのは彼が膨大な資産を持つ貴族であり好きなだけお金をかけて 興味のある実験に没頭することができる環境にあったことですお金持ちの彼にとって物理学者としての名声は特に興味のないものであったのかもしれませんマクセルは実験ノートを公表するだけではなく実験方法を改良してより精度の高い追試を行いますその結果はなんとデルタの絶対値が21,600分の1以下であることを示していました ちなみに、現代の実験によるデルタの値は5億分の1以下であることをお伝えしておきます。ということは、現代に至っても電気力が厳密に逆に上速に従うことを示せているわけではなさそうですね。にもかかわらず、教科書に記載されている空路の法則は、デルタがゼロの式となっているのはなぜなのでしょうか それはデルタをゼロとして扱ったとしても、実用上問題がないことがわかっているからです。高校生の皆さんは、法則の比例定数を K として、このような数式で覚えておかなければいけません。こうして世に送り出された空路の法則ですが、これまで説明してきたように、法則の正しさを精度よく実験で示すことができた最初の科学者は、キャベン実習であるということは、 歴史認識として正しいと思われます。その一方で、キャベニッシュは空論が発見したねじりばかりを用いて、1798年に万有引力を利用した地球密度の測定に成功していますで。この実験結果から、後の科学者たちによって万有引力定数が決定されることになるのです。このように、万有引力理論と空論力理論の確立は、完全に独立したものではなく、 科学者たちの努力の織物によってなされたことを知っておいてくださいえ。少し長くなりましたが、空路の法則が誕生するまでの歴史については以上になります。次回の講義では、場の概念が生み落とされるまでの歴史と、その重要性について紹介することにしよう。